どうも、いつもご視聴ありがとうございます。藤谷トレインモーターズです。タイトルの通りですね、高速道路に関してちょっと非常に気になるニュースが入ってきましたので、ちょっとまたこのような雑談という形で話させていただくことにしました。まず、何かというとですね、えー、ヤフーニュースで本日上がっていたニュースなんですが、えー、またちょっとニュースを見ながら、 えー、乗り物ニュースさんの記事ですね。まあ、ちょっと本文を読みますと、ネクスコ三3社、東日本、中日本、西日本と、本市高速宮城県道路公社は、2024年2月16日、高速道路の休日割引について、2024年度以降、シルバーウィークについても適用しないことを発表しました。高速道路の休日割引なしを新たにシルバーウィークも、シルバーウィークとあれですね、9月の連休のことですね。 9月の連休も高速道路の休日割引から除外するということで。まあ今までもね、年末年始、お盆、ゴールデンウィークと高速道路の休日割引を除外すると。まあ、要はあの、長期休暇、長期連休を高速道路の休日割引から除外するというふうにもう何年か前からやってましたね。これを新たにシルバーウィークにも適用するということです。まあ一言で言えば解約ですよね。 さらに続きを読みますと、さらにその他の三連休等においても、交通混雑が見られることから、2025年度以降も引き続き、三連休等の休日割引の見直しを国土交通省と検討してまいりますとしており、適用除外期間がさらに拡大する可能性があります。要するに、あれですね、今挙げた年末年始ゴールデンウィーク、シルバーウィーク、お盆、まあ、これ以外、これ以外の三連休についても、 まあ、要は休日割引なくしていこうと、ネックスコなどが、えー、検討しているということです。で、これ、大義名分はね、オーバーツーリズムの解消とか、まあ、渋滞の緩和っていうふうに言ってるんですけど、まあ、オーバーツーリズムの解消って、まあ、言いたいことはわかりますよ。あまりにも旅行者が多すぎて、あ観光地など、まあ、各地がね、そういう混乱しすぎて、まあ、もうちょっとこう、混雑の緩和を図ろうっていう、そういう考え方というか、言いたいことはわかるんですけどね。 ただ僕がちょっと個人的におかしいと思うのは、そのオーバーツーリズムの解消って言ってる割に、あの外国人はどんどん呼び込んで、インバウンドあの、どんどん外国人呼び込んで、あの、儲けようというか、そういうふうに動きをしてるのは国の方なんじゃないんですかって、僕はちょっとょそう思うんですよね。いや、本当に僕もあの、まあ、ちょっとバイクとか車でね、いろんなとこ行きますけども、本当、どこに行っても外国人が本当に増えましたよね。やっぱコロナ禍以降ね、また。まずね、 この休日の ETC 割引をなくすっていうのを最初に始めたのってあのコロナ禍なんですよね。コロナの影響で、まあ、最初の頃ね、県を越えて移動しないように休日割引をなくすっていうところからまず始まったんですよね。大義名分としては。あの高速道路のね、あの表示に、こう、県を越えての移動は控えましょうみたいなね。あんなこと書いてありましたけどね。もう今や懐かしいですね。なんですけど、コロナ禍以降ですよ。ずっと大型連休。 ゴールデンウィークとか、お盆とか、年末年始とかの大型連休は割引除外しますって、コロナ禍のそういうせっかくいろんなね、コロナ禍でのいろんな制限が終わって、それからコロナ禍の後も引き続き割引除外してるじゃないですか。だからそうやって最初はコロナ禍限定の休日割引対象外なのかと思ってたら、それ以降ずっとこうやって毎回毎回やってるわけじゃないですか。休日割引対象外って。それをどんどん拡大していこうっていうふうになってるわけじゃないですか。 まあちょっと言い方は悪いですけども、味を占めたんじゃないかなと思うんですよ、僕は。で、今度理由がですよ、以前はコロナで移動しないように言ってたのが、まあ、今度は、なんか混雑の緩和とか、オーバーツーリズムの対策とか、かすり替わってるんですよ、理由が。正直言って、コロナ禍う々ぬとか、あの、混雑の解消とかって、本当にそう思ってるんですか建前なんじゃないですか本音はどうなんですかって。 正直聞いてみたいですね。で、このニュースの最後の方にも、えー、休日割引についてはむしろ混雑を助長しているという側面が指摘されてます。いや、誰が指摘してんのこれって話だと思うんですけどね。誰が指摘してるんですかで、外国人にはね、どんどんこう、旅してくださいっていうふうにやってるけど、なんか日本人はどんどん旅とか、そういう車の移動とかがしにくくなってってるんじゃないのって思うんですよね。 矛盾点ばっかりだと思うんですよね。最近のこの高速道路とかの方策って。まあこれに関してはいろんな意見はあるとは思うんですけども、まあ僕の場合は基本的にカレンダー通りの休みの働き方をしてるんで、正直休日割引がなくなるっていうのは、まあはっきりと僕にとってはマイナスでしかありません。まあ国としても、この高速道路の各社としても、休日に人が来るのを避けようとしてるっていうのは、まあその方向性があるっていうのはまあわかります。なるべくこう、 休日と平日を平準化したいっていう。まあ、その意図があるのは分かるんですよね。混雑を平準化したいっていう。ただ、じゃあ実際どうかって話なんですよ。それできるかどうかって。普通の庶民がね。まあ、僕もあの基本的にカレンダー通りの会社ですけども、完全週休2日制とは言わないですけど、基本的に土日が休みの人が多いと思うんですよ。日本の会社とか。まあ、特に公務員とかね。そこ,こら辺もそうですよね。基本的に カレンダー通りじゃないですかまあもちろんねいろんな仕事や収業形態があるのであの当然平日休みの方もいれば不定期な休みの方もいらっしゃるでしょうしいろいろな働き方の形態があるっていうのはもちろんなんですけども基本的にはそれでも土日休みの人の方が割合的には多いと思うんですよねまあ自分みたいに独り身だったら例えば、まあ、平日になんとか休みを取ったりして まあ行くってこともできますけど、まあ有給だって限りはありますし、未だに日本の会社ってこう有給を取ろうとすると、あの渋い顔されたり、なんか理由を聞いてきたり、島には取らせないとかって言ってきたり、あまあはっきり違法なんですけど全部ね、そんなものは。そういうことをやってる会社が未だに多いですし、う自由に有給を取れる状況じゃないわけですよ。で、さらに、あの、家族がいる方 家庭持ってる方は、まあ、子供がね、やっぱりお子さんが、あの学校に行ってる以上、やっぱりどうしても土日、宿が休みで、そこに合わせて旅行とか、どっかに出かけたりっていう風になると思うんですよ。だって子供がね、平日学校休んで、旅行に行くとかって基本的にできないじゃないですか。大人の場合は、まあ、あの、まだ、まだ例えばなんとかね、有給を取って、平日にどっかに行くってこともできなくはないですけど、家族連れの人たちなんて、マイナスしかないですよね。 休日がどんどん割引から除外されていくっていうのは、もし本当にそうやって目的として言ってるように、混雑の解消のための、こう、休日と平日の平準化っていうのをしたいっていうんだったら、もうそれこそ、有給をね、例えば有給休暇をもっと取得しやすくするとか、ゴールデンウィークとかお盆休みをもっと個人で、あの会社でもうまとめて取るっていう形にするんじゃなくて、個人で、好きな時に取れるようにするっていうふうにする。 こういったものを一緒にやらないと平準化なんでしたって、そんなの多分縁に描いてもらってたと思いますよ。まあそれは昔のね、あの高速道路1000円均一みたいな、あれは確かに今度はすごかったですけども、まああそこまでやるとはまあ僕は言いませんけども、ただでさえ高速道路の料金って、はっきり言って安いと思ってる人ほとんどいないと思うんですよね。自分は少な少なくとも安いと思ってません。ちなみにドイツのアウトバーンとか、アメリカのハイウェイとかって、基本的に無料で、 走れるんですよ。通行料無料なんですよ、基本的に。まあ、ドイツのね、アウトバーンとかは、ちょっとそろそろ修繕費とかも加算できたから、まあ、料金取ろうか、みたいな話が始まってるっていう、そういう検討してるって話は聞いたことありますけど、あ、ちなみにまあ、アウトバーンもあの、大型車は取ってるみたいですね、通行料まあ、これは付け加えておきます。ただ、普通車は基本的に無料って話なんですね。そもそも、日本の高速道路って、 名神高速とか、東名高速とか、25年後ぐらいに無料にしますっていう約束で作ったんですよ、そもそも。最初に。その約束はどこに行ったのって話ですよ。ちなみにその高速道路いつかは無料にしますっていう話なんですけど、何度も何度も、国会で延長され続けて、国会の決議でね、ちょっと前に2115年まで延長しますって言ったんですよ。高速道路の無料化は。もう22世紀ですよ、2115年って。 ドラえもんが生まれる3年後ですよ。もう事実上永久にありませんって言ってるに等しいですよね。もう22世紀僕生きてませんよ。間違いなく。僕100歳超えますもん。いや、まあ無理ですね。もうね。下手したら22世紀なんて車を運転するっていう文化が残ってるかどうかもよくわからないですよね。下手したら。もうすでにね、自動運転とかそういう技術もどんどん進んでってるんで、まあ残っててくれたら嬉しいですけどね。あまあちょっと話がそれましたけど、まあ、まあ正直、これに関しては、 無理があるっていうのも、それはそれで僕もわかります。やっぱり高速道路って修繕費とか、新たな建設費用とかいろいろなお金がかかってるっていうのは、それはわかるんで、完全に無料にするっていうのは難しいっていうのもわかるにはわかるんですけどね。ただ最近の、これ、ネクスコとか、高速道路各社の動きを見てると、まああと首都高もですね、首都高もひどいですね。どんどん値上げしてってますからね。そこら辺の動きを見てると、どんどんこう、解約というか、事実上値上げしてってるようにしか思えないんですよね。 まあ、多少政治絡みの話にもなってきますけど、まあ、例えばね、その、日本人の収入がどんどん上がっていってて、まあ、その高速道路がちょっと値上がったぐらいで、まあ、いいやって思えるぐらい、というふうにあの、国が豊かになってるんだったらいいと思うんですけど、なってないじゃないですか。むしろみんなどんどん貧しくなってってるわけじゃないですか。どんどん増税もされて、社会保障費も増えてって、え、なんか、ね、あの、岸田政権が、今度、子育て支援のために500円、 ぐらい社会保障費に上乗せしますなんて言ってますけど、ガソリンもどんどん高くなっていってますし、あのトリガー条項だってね、いつまでも解除しないですし、そうやってどんどんあの、支出が増えていってる割に、まあ要は貸分所得がどんどん減っていってると。そういう状況で、高速道路もどんどん値上げって言われたら、まああんまりこう、車とかバイクで旅しようって気になれないですよね、正直あんまり。そういう風にあの、休日のね、割引をどんどんなくしていったり、 大半の人がそうやって高速道路を利用しにくい状況にしてるっていうのも、正直僕は、これはちょっとあんまりいい方向じゃないんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり地方とかって、まあ、僕もよく地方に行くんで、まあ、僕の動画でもね、いろんなところに旅に行ってる動画を上げてるんで、まあ、もしよかったらご覧いただければ嬉しいんですけども、やっぱり地方って、そうやって、まあ、三大都市圏とかね、まあ、首都圏、中京圏、関西圏と、 そういうところから人が休日に高速道路を使って流れてきて、そういうところからお金がどんどん流れてくるっていう、そういう側面もあると思うんですよ。これでやっぱり高いからちょっと高速道路を使うのやめようってなって、まあ近場だけにしようってなったら、余計首都圏からお金が出ていかないんじゃないのって首都圏の中に収まっちゃって、お金が出ていかないんじゃないかって、そういうふうに思うんですよ。やっぱり、例えばこう災害があったところとか、まあ僕、東北が地元なんで、 東北にいた時はできるだけお金を使って、まあそれで支援をしようって、そういうふうに思ってやってたわけですよ。ノトハンドの地震でもね、もうちょっと状況が落ち着いたら、また支援しに旅に行こうっていうふうに思ってますし、やっぱり地方ってそういうね、あの、首都圏からの旅行者による収入っていうのも、あのかなり大事だと思うんですよ。だからいたずらにこう土日宿に人が移動しにくくするっていうふうな、 流れになってるのは僕は非常によろしくないんじゃないかと思います。まあやっぱり最近ね、もう地方をどんどん活性化しないとっていうふうなニュースとか、まあ国だって地方創生とかって言ってるわけじゃないですか。まあこれに関してはね、様々なご意見があると思うんで、あくまであの僕の個人のたわごとだと思っていただければ、あの嬉しいんですけども、まあこうやって YouTube っていうね、自分の意見を発信できればがあるんで、まあちょっと言いたいことをあの言わせてもらってるって感じではあるんですけど、あちょっと長くなりましたか えまた、今回も、あの、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価などを頂戴できれば幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。